るミッション。イベント等の自粛が続く中、安平町教育委員会では新しい生活様式に基づき町内でできるミッションを用意しました。皆さんの生活が少しでも楽しい時間となりますようお届けいたします。それではどうぞ。皆さんこんにちは、学芸員の鍋島です。今回は安平町の誕生とその歴史に伴う安平町の文化財について皆さんをご案内したいと思います。安平不思議発見。安平町の指定文化財は町内各所に30カ所以上点在し、安平町の礎として重要な文化財が存在します。その中でも今回は3カ所の指定文化財、早北町回帰の地、静音の日、そして日本最古の保健保安林をご紹介します。皆さんは安平町の始まりを知っていますか？明治22年、佐々木小牧寺八重斎がこの地を訪れ開墾し、現在の安平町が産声を上げました。それを記念して、昭和44年、旧早北町開帰80年の記念事業としてこの日が作られました。なぜ佐々木夫妻はここ安平町で開拓を行ったのでしょうか。その理由の一つに鉄道が挙げられます。当時室蘭から岩見沢まで線路が敷かれることが決まり、この地にも鉄道が通ることとなりました。それを聞きつけた夫妻は、将来この沿線が栄えていくということと、農耕や馬の放牧に向いているということで、鉄道工事が始まる前年の明治22年秋、不問家に最初の桑が下ろされました。それでは次の文化財まで行ってみましょう。続いての文化財はこちらの静音の日です。おや、ここに一冊の本があります。十朝酪農史、十朝地区の酪農について書かれた重要な一冊です。それでは実際にこの文献を見てみましょう。十朝酪農の始まりは昭和5年、富樫哲之助を団長とする滝川参入組合酪農団体が不問家十朝に集団入地したのがきっかけです。当時安平村の村長だった山田忠次郎は、林業に代わる事業として酪農に目をつけ、酪農地を探していた富樫たちを勧誘しました。しかし十朝や不問家の土地は作物の育ちづらい火山灰地で、不毛の地とも呼ばれ、開拓するのは容易ではありませんでした。それでも入植者たちが協力し合い、いろんな人からアドバイスを受けながら発展していき、十朝酪農の名は全国的にも有名となりました。そしてこの成果は当時の昭和天皇まで届き、昭和11年に天皇が北海道を訪れた際、天皇の側近がわざわざ十朝まで来訪し、お言葉を賜りました。
それを記念して建てられたのがこの静穏の碑です。なるほど、そういった歴史があるんですね。それでは次の文化財に行ってみましょう。私は今、安平町鹿公園に来ています。鹿公園は日本で最も古くに国から指定を受けた保健保安林という一面を持ち合わせており、その歴史は明治時代後期にまで遡ります。明治35年7月、この地は国から指定された日本最古の保健保安林です。当時、角材や枕木などの需要が高まり、全国各地で森林伐採が盛んに行われました。その時代に保健保安林として指定されたため、現在でも自然豊かで緑あふれる原生林が守られています。いかがでしたか？皆さんも文化や歴史に触れながら安平町を散策してみませんか？ここまでのお相手は学芸員の阿部島でした。さよなら。今回紹介した内容の一部は副読本アビラからも抜粋しており、町内の小学3、4年生も社会科の授業で学習しています。これからの安平町になっていく子どもたちが安平町の魅力を知るため、ふるさとについて学んでいます。